はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、ポーランドの今後について占っていきたいと思います。というのもですね、今回のウクライナの件についてですね、ポーランドは他人事ではなくて、むしろですね、たくさんのウクライナの難民の方がですね、ポーランドに押し寄せて逃げていってるっていうね、実情があります。で、いくらですね、ポーランドが優しい国、どんな国かわかりませんけれども、優しいとはいえですね、やっぱりですね、たくさんの難民を受け入れるには限度があるし、彼らにですね、支援もしなければならない。ただ、支援をするにしてもですね、ポーランドの国力にも限界があるわけなんですよ。ですので、やっぱりね、混乱が避けられないと思います。ですので、今回ですね、そのポーランドの今後について占っていきたいと思います。では早速タロットの方をね、シャッフルしていきたいと思います。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうですね、しばらくはちょっとしんどいのかなっていう感じがいたします。でも最終的にはうまくいなせるようになってくるので、大丈夫かなというふうには思うんですけれども、はい、じゃあまずですね、現在の状況からリーディングしていきたいんですが、まずですね、ポーランドの国内今こうなっております。ワントとナイトの逆位置になるんだけれども、意味的にはですね、結構ね、ギスギスしてるっていうか、競争心が激しくなってる感じがあります。で、多分どれに対してかというふうに思うと、おそらくロシアに対して結構好戦的な気持ちになってる感じがします。ですので、やっぱりポーランドね、いろんなね、難民の方が入ってくるし、日本よりもいろんな情報があると思うんですよ。ですので、それによって許さん、もう黙ってられるかみたいな感じで、結構こう、そうですよね、気持ちが立ってる感じがします。で、この気持ちが立ってるというのはですね、決していい方向ではなくて、おそらくこれが行き過ぎると争いとか揉め事を引き起こしやすい、心理状況というふうに思います。ですので、今大事なのは、あまりこう熱くなりすぎないことっていう感じかなというふうに思いますね。やっぱりポーランドって弱い国ではないし、いろんな歴史もある国なんですけれども、とはいえ、ポーランドが先走ってしまうとあまりいい結果にならないという感じがいたします。ですので、今必要なのは、さっきも言ったように、ちょっと国民の感情を抑えること、なだめることが大事かなというふうな感じがいたしますね。結構気が立ってるから、もしかしたら外国にだけではなくって、国内でもちょっとね、揉め事が起きやすかったりとか、そういう流れがあると思いますんで、ちょっとね、気をつけた方がいいと思います。で、次です。過去の流れを見ていきたいんだけれども、どれくらい過去かっていうお話なんですが、エンペラーのカードの政治が出てます。で、意味的にはリーダーシップを取ってやるとか、いろんなことを積極的にやるとか、そういう意味があります。ですので、多分ね、これってね、ウクライナへの援助かなというふうな感じがするんですよね。やっぱりポーランドがあってこそ、ウクライナに西側諸国もね、いろんな援助をしたりとか、で、ウクライナの方もですね、ポーランドに逃げ込むことで、なんとかね、こう命を保てる方もたくさんいらっしゃいますんで、やっぱりね、この国って非常に要かなって感じがするんですよ。今のウクライナのね、前線もですね、検討かな？検討もやっぱり、ポーランドあってこそというふうに思いますんで、やっぱりそれはね、ポーランドのこういったね、リーダーシップがあってこそという感じがいたしますね。非常に頑張ってるというふうに思います。そうね、この頑張りがちょっと疲れたこういう感じだったかな。頑張りすぎてちょっと神経が立っちゃって、こういう感じで、ギスギス。おらー、やってやるぞみたいな気持ちに今なっちゃってる感じがいたします。はい。で、その先の流れですね、2、3ヶ月後の近未来を表すカードがこちらになるんですが、意味的にはですね、カップの2の逆位置になります。で、これって、仲違いをするとか、心がすれ違うとか、そういった意味があります。ですから、
今はおそらく気持ちが高ぶってるだけで済んでるんだけれども、これが行き過ぎると結構ね仲間割れを起こしちゃうと思います。で、まあおそらくね攻撃的なカードでもないので、おそらく国内ですね、国内で分断が起きる可能性があります。ですから、例えば、まあ、ウクライナの難民の方、非常にね、気の毒ではあるんだけれども、とはいえ、やっぱり、それによって割を食うこともあるわけじゃないですか、ポーランドって。だからこそ、許せないっていうふうに、ウクライナの方とポーランドの方で、まあ、分断が起きる可能性もあるし、もっと行くと、ポーランドの中で、ウクライナ擁護派と、いや、ウクライナに迷惑してるんだっていうふうに言う派が、まあ、別れちゃうっていう流れもちょっとありますよね。若干国内がギスギスする感じはあります。で、まあ、もっと言ってしまうとここかなっていう感じもするんですが、実はですねこちら、これがですね、ウクライナじゃないわ、ポーランドの、まあ、おそらく上層部の方の気持ちで、こちらが庶民の方の気持ちっていう風に読めるんだけれども、あのね上層部は結構ね今回のまあ騒ぎをなんていうのかな、積極的に解決しようとしてて、まあすごくね払う犠牲も大きいんですけれども、ポーランドにとっては。でもこうすることによって将来必ず報われるっていうような気持ちで今一生懸命ね上はやってる感じがします。しますが、国民はですね結構なんかもう疲れてるというか、まあこの話っていつまで続くかわからないじゃないですか。で最初は頑張ってたけれども、でもやっぱりね危機の最初って結構ね気持ちが高ぶっていろいろできるんだけれども、でもだんだん長引いてくるともう疲れた、もうやめたい、もうしんどいってなってくるじゃないですか、人間って。まあそんな感じで、まあちょっとうんざり仕掛けているというか、そういう感じがします。ですのでここでね分断がある可能性もありますね。ウクライナの国民が、ウクライナじゃないわ、また間違えた、ごめんなさいね、ポーランドの国民がもういい加減にしろと、お前らいつまでやるつもりだというような感じで、ちょっと上と下で分断が起きるっていう可能性も否めないかなって感じがしますね。まあ、それが一番まずいんですが、やっぱりねポーランドがあってこその今のウクライナの前線だと思いますんで、ここは抑えてもらいたい。ポーランドがね荒れるとまずいと思いますので、はい、頑張ってもらいたいと思うんですが、とはいえですね、こちらです。2、3ヶ月後はちょっと危ない感じがするんだけれども、半年から1年後くらいはですね、まあ、うまく回っていきます。というのもですね、ペンタクルの2の政治になるんですが、意味的にはですね、まあ、柔軟性とか、まあ、うまくいなすとか、そういった意味があります。ですので、多分ね、この頃になったら、まあ、ポーランドも西側諸国も手慣れてきて、まあ、うまくね、支援とかそういったものが回っていく。で、それによってポーランドも、まあ、うまくね、物事に対処できるのかなという感じがいたしますね。なのでまあそうね、半年先ぐらいまでが耐え時かなって感じがしますね。まあ大変だと思いましたね。いきなりね難民の方が押し寄せてきたら、それはどんな国でもね大変だと思うんですけれども、はい、よく頑張ってらっしゃると思いますが、まあちょっとね耐えてほしいかなというような感じがいたします。でまあね、この問題のまあ根底にある課題なんですが、こちらですね。ペンタクルのページの政治になるんですけれども、これね、意味的にはね、まあ、丁寧に対処はしているが、一度に裁ききれないという意味があります。まあ、もうそのまんまですよね。まあ、そりゃそうですよ。いくら誠実に対応しても、あれだけね、いろんなことが一気に起きたら、そりゃね、あ、もうそりゃもう、裁けるわけないです。はい。ですので、まあ、しょうがないのかなという感じはしますね。はい。で、次ですね。こちらです。このカードがですね、ポーランドの、まあ、可能性とか、将来の恐れとか、もしくは、こう、秘めてる力とか、そういったことを表すんだけれども、あのね、ワンドの10の政治になりまして、意味的には、たとえ、重圧であっても、たとえ、苦しい試練であっても、抱えて乗り越えていくっていう、そういう意味があります。で、多分これね、タロットからの暗示読むに、やっぱりね、タロットが言うには、ポーランドはものすごい大変だけれども、これを乗り切る力があるっていう風に言ってますね。で、まあ、ポーランドね、まあ、具体的にはね、ちょっとあんまり引っかかっても嫌なんで、YouTube の仕様に、あまり言いませんけれども、まあね、先の対戦で、まあ、いろんなね、
ことがあったりとか、あとはいろんな国にね、占領されたり、支配されたり、いろんなことをしたね、本当に苦難のね、歴史があるんですよ。ですので、まあそういったことをね、乗り越えてきた国だからこそ、できるっていうようなことをね、言ってるのかなって感じがしますね。いやー、苦労しますね、ポーランドは本当に。大変だと思います。はい。で、最後ですね、こちら。これがですね、最終カードになるんだけれども、意味的にはですね、時間がかかりすぎるとうまくいかないとか、そういった意味があります。慎重にやるのはいいんだけれども、手間かけすぎたりとか、時間がかかりすぎると、まあ、時間稼ぎにはなるけれども、うまくいかないって意味があるんで、多分ね、早く決着つけてあげないとしんどいと思います。だから、時間かけすぎると実らないって意味があるので、もうポーランドが持ちこたえられてる間に決着をつける。だから西側諸国、まあ、そうですよね、ウクライナ、まあ、西側諸国かなが決着つけたり支援をしたりとかしないとまずいよってことを言っておりますんで、応援ねしていくべきかなというふうな感じがいたしますね。はい。で、まあ、より良い未来に行くためにどうしたらいいのかというカードがこちらになるんですが、これですね。カップのキングの聖地になりまして、意味的にはね、耳を傾けるとか、誠実に対応するとか、心を通わせるとか、そういう意味があります。ですので、そうね、まあ、もちろんね、今頑張れば将来報われるって気持ちもわかるんだけれども、でもやっぱ国民がね、疲れてるって部分あるので、そこをケアするってことを、ちょっと政策に取り入れた方がいいのかなって思いますね。このまま行くと不満が出やすいので、ちょっとその部分をしっかり考えた方がいいのかなというふうな感じがいたしますね。逆にそこをきちんとすれば、非常にね、強い力を持っている国民性だと思いますんで、乗り越えていけると思いますから、ぜひね、応援したいというふうに思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占い等ございましたらコメント欄の方に書き込んでください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。